歩いてみよう。まだ11時だけどね、こんなに混んでるんだよね。どうしますか？食べてみます？並んじゃう？よし、並ぼう。早いじゃん。3分で来たな。もうできてるから取りに来るだけ。这里有个小龙。鲜肉，鲜肉的小笼包。嗯。好吃啊，吃到呢。好吃啊，吃到进去没有？なくても上をそのままだよ、こうやって上を。どこへ？これと一緒だったらいいな。小金林盐水屋、この店非常に美味しかったです。鴨の肉とビーフンと小籠包を食べました。今すごい人並んでますけど、これは持ち帰りの人なので、これに並ばなくてもいいです。直接お店の中に入って注文して、自分で席を探して、席に座ってから店員に、レシートを渡せば OK です。ただ中国語できないと結構きついね、この店ね。中国語できないと多分注文もできないし、あとちょっと積極的に自分で空席空いてるテーブルを探さないといけないので、メンタルも強くないといけないです。あと店員さんが片付けてくれなかったりするので、店員さんにそのお皿片付けてとかガンガン言わないとやってくれなかったりするので、サービス面は、ちょっと一昔前の中国という感じです。ただ美味しくて安いので、結構、地元の人に人気のある店という感じです。
個人的にはまた来たいです。美味しいので。ちょっとまあゆっくり食べれないね、どんどんお客さんが来て食べてる最中に隣のね隣に立って食べ終わるのを 待たれたりするので、ゆっくり食べれないというのは、あらかじめ分かってた方がいいと思います。はい、ではこのお店は何でしょう。イスラム系の献身の店です、ね。急に人が増えました。ここは古い町並みは建築が残っていて、オールド上海という感じがします。今上海博物館に向かって歩いています。多分歩いて、10分以内に